川端パン、カナダパンパン、町田越彦です。ということで、今日はですね、なんと、とあるものを入手しました。それが、こちら、ジュン0秒チキンラーメンでーす。0秒チキンラーメンでーす。なんかあの、巷ではすごく流行っていたらしい。すごい人気で一時欠品みたいになってたらしいんですけど、今はまた全然復活したそうでして、ちょっとネットでね、注文してみました。この0秒チキンラーメンというものはですね、あの、よくあるあの、チキンラーメン、みんな大好きチキンラーメンを、そもそも湯を入れずに、バグバグって食べるのを、前にね、昔、ガッキーさんが CM をやっていて、0秒チキンラーメンと呼ばれていたんですけど、なんと、それがすごく人気だったので、満を持して0秒チキンラーメンを出したという、あの、逆にそのお湯かけ禁止ってここ書いてあるんだけど、そう、お湯を入れると逆に全然美味しくないですよ。その本当にそのままかじる用のチキンラーメンとして発売されたということなんで、これをちょっとまずそのまま食べてみようかなと。で、食べてみて、で、さらにお湯戻しして食べると美味しくありませんみたいな、もう絶対食べるの禁止みたいな書いてあるんですけど、ちょっとお湯かけて食べてみようかなと思います。早速ちょっと食べてみよう。ネットで買ったからちょっともうバキバキなんだよね。あの、袋を砕くはここまで切り込み入れてくださいってあるんだけど、でも結構バキバキなの。あっさり薄塩味だって。よいしょ。あ、すごっ。あ、もう完全に見た目はザ・チキンラーメンだわ。真ん中に卵ポケットもあって、ほら、ここへっこんでるでしょ。見えづらいね。よし、このままかじるよ。いただきます。うん、若干薄味だね。あの、元のやつに、元のチキンラーメンにガリって食べた時に比べると、うん、美味しいよ。普通にベビースター企業案件でもなんでもないから言っちゃうけど、なんかベビースターみたいな感じ。うん、あ、でもなんかうまいわ。通常のチキンラーメンと比べると、やっぱちょっと若干、やっぱ薄味って書いてある通り若干薄味です。普通のやつだと最後まで食べると、私一回食べたことあるんだけど、すごいあちこって感じなんだけど、お湯かけたいって感じなんだけど、これはまあそのままでもまあいける、最後まで。子供とか多分すごい好きなんじゃないかな、これ与えとけば。このままかじる背徳感みたいなものは確かにある。つまみとかでもいいしね。え、美味しい。なんだかんだちょっと癖にはなる。うんうんうん。普通に美味しい。だけど、これちょっとお湯をかけてみようと思います。お湯かけ禁止とはなってはいるものの。癖になるね。なるね。ずっと食べてんのあれだけど、なんか別に、カロリーいくら ?362kcal。まあ、ラーメンだもんな、普通に一食。食べ過ぎ注意だな。でもちょっとこれ、お湯入れてみますね。ちょっとお待ちください。味が薄いって書いてあったから、出汁とかもそんな出ないのかなって思ったけどさ、普通に色つくね。出汁出るね、普通に。すいません、ほんと鼻声が。ちょっとコロナの後遺症で、全然あの、鼻と喉が、喉というか、完全に治ってはなくて、ちょっとしばらくほんと鼻声で、聞きづらくて逆に申し訳ない。気になるよね。ごめんね。申し訳ない。ちょっと頑張って治すから。匂いはもうね、ザ・チキンラーメン。みんなの大好きなザ、ザ・チキンラーメンの匂いだね。お皿がね、いいのがなくて。あ、ちょっとちょっとちょっと。すごいなさいね。ほんとさ、あの、ネットで注文しちゃったからさ、バキバキなのね、もう。いや、もう、こまごまだったからさ、あと麺っぽくないんだけど。ちょっと食べてみますね。いただきまーす。あー、確かに、むちゃむちゃ薄いね。そりゃそうなんだよ。そりゃそうだけど、確かに、これはお湯かけて食べるより、うん、そのままかじった方が美味しいかも。でも、私、割かし嫌いじゃない。いや、薄いよ。なんか薄いなって感じするけど、確かに。でも、割かし嫌いじゃない。あの感じよ。豚麺とか、ああいう、本当にあの感じ。豚麺って感じだね。クオリティ感的に。
うん、薄い薄い薄いんだけど普通にうまいでもめっちゃ腹減ってる時とか食べたら普通にうまいし、非常食として置いといてもいいかもだったら普通のチキンラーメン買うかかじれるしお湯かけて食べれるなら普通のチキンラーメン買うか。でもね、普通に食べれるうん、逆にすっごい久しぶりにチキンラーメン みたいなやつを食べてるから美味しいのかも。でも卵とか入れたらもうダメ、醤油とか入れた方がいいかも、卵とか入れるならね。ほんとお菓子、お菓子にお湯かけてラーメンだーって言って喜んで食べるっていう感じわーいっつって今日はラーメン食っちゃうぞっつって子供がお菓子にお湯かけてるみたいな。かじるのも美味しいけどお湯かけるの嫌いじゃないの。久しぶりに食べたからこんな美味しく感じるのかな。豚麺もさ、久しぶりに食べるとめっちゃ美味しかったりしません？うん。ということでね、今日は、このベロベロチキンラーメンというものをちょっと食べてみました。ネットニュースになってたから気になって飲んでみましたけど、乾麺のコーナーに置いてあるらしいです。即席ラーメンとかのコーナーにベロベロチキンラーメン置いてあるみたいだから、みんなもぜひぜひなんか無性になんかずっとつまんでたいみたいな時あるじゃないですか。なんかそういう時とかにすごいいいかも。ずっと食ってられるから、結構な量、1個で結構な量、普通に1食分のラーメンの量入ってるから、これずっと食ってられるかも。ずーっとポリ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 みたいなで美味しかったです。めっちゃ想像より美味しかったすごいなんか YouTuber っぽいことしてる感じするね。醤油とか入れたからもうちょっと美味しくなるのかな。私はこのチープさが嫌いじゃないですけどね。美味しかった。まあでもお湯入れるのは、まあ、やっぱおすすめされてないのでそのまま食べた方がいいかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。じゃおー、赤くなっちゃった。鼻かんだら鼻赤くなっちゃった恥ずかしい。うん。